手話通訳をしてくださってる大沢さんがスピーチをしてくださいます。お願いします。皆さんこんばんは。埼玉県の狭山市で来ました。今日は11月20日に行われる埼玉県民集会のご紹介をちょっとさせていただきたくてお時間をいただきました。狭山市なんですけれども、航空自衛隊入間基地がある町でもあります。入間基地という名前なんですけれども、9割分は狭山にあります。で、国語は安保法制施行から1年、本当に現場ではいろいろなところで変質が起こってきていて、航空自衛隊の入間基地でもやはりその役割が大きく変えられようとしています。で、今度、11月20日に埼玉県営西の森入間公園というところで、安保法制の発動を許すな入間基地拡張ストップ緑の森を守ろう 11.20 埼玉県民集会というのが行われます。西武池袋線入間市駅から15分ぐらい歩いたところに西の森公園というものがあります。実はこの公園も旧ジョンソン基地という米軍の基地跡地をつくの返還として作られた公園なんですけれども、それと隣接する留保地でまだ残っていた部分があるんですが、そこに今度自衛隊の病院ができるということが発表されました。もともと市民のスポーツのために公園にしようという計画があったのを、防衛省の方から、横槍が入り、市長も認めてしまって今度病院が作られます。で、ここの病院にはいわゆる海外で、戦闘行為を行って、負傷した兵士が送られてくる高層病院、後ろに送ると書きますけれども、こうした高層病院の役割が持たせられるのではないかということが言われています。近くにある、防衛医大ではすでに感染症の研究の場所も作られているということで、海外での罹患、そういったところの兵隊さんたちが送られてくるというようなことも、想定をされています。私たちは埼玉県内にあるこの基地が戦争法のやっぱり拠点になっていくということを許さないという声、ぜひ上げていきたいと思っています。で、この航空自衛隊の入間基地は今でも騒音とか振動とかそういったものが大変問題になっている場所でもあります。そして自衛隊の皆さんにとっても大変危ない場所なんですね。実は基地というのは通常四方のうち一方は大体海だったり山だったり、万が一何かトラブルになった時に退避できる場所が存在しているはずなんですが、ここの入間基地は沖縄の普天間と同じで四方を住宅街に囲まれています。万が一にトラブルがあった時に退避する場所が入間川という川の河川敷が退避場所になっているということで、実は99年に T-33 という飛行機が落ちた時もパイロットの方が本当にギリギリまでそこまで入間基地が川まで引っ張っていたためにパラシュートでの脱出が間に合わずに亡くなるというような事故もありました。もちろん学校にもすぐそばのところに落ちて、あと数百メートルずれていれば、人的被害も出たという大変大きな事故も起きています。今度こうした自衛隊病院ができ C2 という大きな飛行機が来る、そして多分オスプレイもここを利用するだろうと思っています。そんな時には本当に私たち住民の頭の上からどんなものが降ってくるかやっぱりは分からない、そういうような危険の場所にやっぱり変えられようとしているということ、ぜひ私たちも知って声を上げていきたいと思っています。ちょっと遠いんですが、埼玉入間お近くの方いらっしゃいましたら11月20日ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。